こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、恵比寿。恵比寿では過去に2回、駅徒歩1分で何でも揃う最強賃貸マンションをご紹介させていただいたのですが、皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか？なに？そろそろ恵比寿で別の物件を紹介してくれないかな？ですか？確かに。せっかく恵比寿に来たなら、別の物件もご覧になりたいという、お気持ちはわかります。が、なんと今回も、駅徒歩1分で何でも揃う賃貸マンションのご紹介です。まさかの3回目、どうやらあのマンションで、再び空きが出たみたいなんですよ。しかも、これまた過去に紹介させていただいた、お部屋とは間取りが違うんだとか、なので、同じマンションでも新鮮な気持ちで、ルームツアーができるはず。空き部屋が埋まってしまう前に滑り込みで、お邪魔しちゃいましょう。そんなことを言っているうちに、物件に到着しました。こちらが恵比寿駅徒歩1分の、人気すぎて空室が出なくなった駅地下物件です。こちらの物件、動画でご紹介するたびに、秒で埋まってしまうので、この動画をご覧になって、住みたい、と、思ったらすぐに、弊社に LINE でお問い合わせください。今回も、熾烈な争奪戦が予想されます。それにしても、いつ見てもすごいマンションですよね。こんなに駅前にあって、さらにこれだけのテナントが入ってるわけですから、特にファミマとサイゼリアが入ってることに、感謝感激雨あられですわ。もはや見慣れた感のあるエントランスを、サクッと抜けて、今回お邪魔するお部屋に向かいます。到着しました。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。これまた間取りが全然違う。今までで一番コンパクトな玄関です。玄関の先が扉で閉まっているので、現時点ではこの先にどんなお部屋が待っているのか。全く想像がつきません。右手にあるのは、これは物置かな？どうやらシューズラックはその隣のようですね。それではこちらのドアをスライドして、メインルームにお邪魔しちゃいましょう。おお、だだっ広い17畳のリビングだけが、ドーンと存在していて、抜け感がすごい。部屋の奥には、どうやらクローゼットらしきものがありますが、それ以外のものが全く見当たらない。キッチンとかどこにあるんだろう？これまで訪問したお部屋はどちらも、リビングにキッチンがついていたのに、お部屋によってこうも違うとは、リビングに遮るものが全くないので、家具は完全に居住者のお好きなように配置できます。ベッドを窓際に持ってきてもいいですし、逆に奥のクローゼット付近に置いても OK。それに合わせて、ダイニングの位置も自由にずらせます。どうもこのホワイトのスライドドアが、何やら怪しいので、このスライドドアの付近にダイニングがあると、便利そうな予感。お部屋の真ん中にソファーテーブルを置いて、クローゼット付近にベッドを置くというのが、セオリーな気もしますが、ご自身が暮らしやすければ、セオリー通りじゃなくても全然構わないと思います。それでは早速、部屋の奥にあるクローゼットを、一気に開けてみましょう。いやー、なるほど、こんな感じでしたか。洋服をかけるクローゼットは真ん中の2つで、両サイドはオーソドックスな収納だな。真ん中で線対称になってるあたり、ウェス・アンダーソン味を感じます。壁には間接照明がずらりで、天井はコンクリート打ちっぱなしと、まさにデザイナーズの王道という感じですが、デザイナーズマンションにありがちな、デザインのために生活しやすさを犠牲にする、スタイルではなくシンプルな間取りの分、日常生活も過不足なく送れそう。それでは手前にあるブラウンの扉を開けてみます。こちらは水回りのようです。カウンターの上にボールが置かれたタイプの、シンプル&オシャな洗面台の対面に、温水洗浄便座付きのトイレがあります。ウォールキャビネット付きですね。そしてお風呂場はというと、めっちゃ広い。
タワマンで見かける洗い場、浴槽ともに、ゆったりサイズ。これはお風呂に入るのが楽しみになりそうだ。と、ここまで見てきましたが未だにキッチンが見つかっていませんから。やはりこのスライドドアはキッチン確定。ほら来たー。過去に見てきた二つのお部屋はいずれも、リビングにキッチンが備え付けられていましたが、こちらのお部屋は、約17畳のリビングに別で約4畳のキッチンがついてるわけですから、今まで見てきたお部屋の中で、ここが圧倒的に広いです。3度目にしてついに、最高のお部屋を引き当てましたね。キッチンの隣にあるこちらの棚は、パントリーかな?そしてこちらが冷蔵庫置き場。キッチンもめちゃくちゃ使いやすそうです。IH コンロの下にはグリル付きで、収納力はこんな感じ。一人暮らしをする分には文句ありません。その隣が洗濯機置き場です。さて、このマンションのお部屋のご紹介も3度目ですが、個人的には今回ご紹介したお部屋が一番住みやすそうな感じがしました。この間取り、この広さで、おまけに恵比寿駅に近くてテナント付きは、正直、有料物件すぎます。これまでもこのマンションのお部屋は、おすすめしてきましたが、今回は特におすすめですね。まあ私がおすすめするまでもなく、この動画が公開されたら、おそらく秒でお問い合わせが来ると思います。山手線、埼京線、湘南新宿ライン、日比谷線という、4路線が利用可能な便利シティなので、通勤のストレスを減らしたいという方に人気ですし、また、代官山や中目黒、六本木に近く、帰りが遅くなっても、徒歩やタクシーで余裕で帰れますから、飲み会や夜遊びが好きな方にとっても魅力的でしょう。唯一の懸念点として、飲食店が入ったマンションなので、ゴキちゃんが出やすいんじゃないかと心配する方もいらっしゃると思うのですが、その点はしっかり対策できるのでご安心ください。大事なことは、引っ越し直後にバルサンやアスレットなどを焚いて、部屋にバリアを張ること。その後も定期的にバリアを張るようにすれば、飲食店が入ったマンションでも、ゴキブリと無縁の生活を送ることができます。バルサンやアスレットは、出勤するタイミングで焚いてしまえば、手間もかかりませんし、面倒には感じないでしょう。それでは最後にベランダに出てみます。ベランダは3部屋とも同じぐらいの広さかな?今回のお部屋は高層階なので、いくら恵比寿駅の近くといっても、さすがに静かか。夜はこのベランダでまったり晩酌するのも、悪くありませんね。今回お伺いしたのは、恵比寿駅徒歩1分の、人気すぎて空室が出なくなった駅地下物件です。間取り図がこちら。今までも魅力的なお部屋でしたが、ここに来て一番良さそうなお部屋が、ついに現れてしまいました。激しい争奪戦が予想されますので、住みたい、と思った方は迷わずご連絡ください。これからも当チャンネルでは、このマンションで新たな空き部屋が出次第、ルームツアーをしていきます。まだ見ぬ、キテレツ物件に出会いたいという方は、チャンネル登録、高評価お願いします。生活する姿をよりイメージしやすい穴場物件は、公式インスタグラムで紹介していますので、物件好き、妄想好きの方はそちらも、チェックしてみてください。本気でお引っ越しをお考えの方は、概要欄から、あなたの理想不動産公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。